こんにちは。プロスピエースを巨人純正でやっています、テイです。最強決定戦始まってますね。初日はなんと11位フィニッシュということで、もうここで最強決定戦終わってほしかった。初日が最大瞬間風速すぎて、2日目の現在は1269位とボッコボコにされております。さて本日の内容ですが、更新で中継ぎの追加がありましたね。巨人では今村投手が登場しました。それに加えてマンスリー感謝祭の無料10連と3600万ダウンロード記念として福袋も来ています。ということで今回の動画では、本日追加となった5選手の能力解説と無料10連契約書の開封と福袋を引いていきたいと思います。ちなみにこのチャンネルではプロスピエースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。皆さんの一つのチャンネル登録高評価コメントが非常に私のモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。まず S ランクから今村投手ですね。他の球団の登場投手を見た感じでは、中継ぎ1番手または2番手くらいの投手の追加な感じがしますね。能力ですが、球威74、制球69、スタミナ69でシリーズ1より制球マイナス1されてますね。称号で球威制球の同値が不可能になっちゃいました。これは球威制球コンボ出してる人からしたらきついですね。適性も S から C に下げられてしまったので、調査にしないと先発で起用できなくなりました。球種はストレート、スライダーの球威が C から D に下がっただけですね。特能は第2特能が援護から切れ回に変わっています。今村さん、制球が下がって球威制球同値が狙えなくなったのはリーグ的には弱体化なんですが、リアタイ的にはむしろ強化されてますね。いいのかね、強化されて。次に A ランク、ポランコさんはすでに能力判明済みでしたね。ということで B ランク、菅野投手です。 S ランクで登場した際の能力は球威79、制球82、スタミナ82と予想されます。球威マイナス1されて、ついにオール A じゃなくなっちゃいました。まあ今年の前半の活躍だとそうなっちゃうよなーって感じですね。適正、球種に変更はありません。特能も超キレ20丸は変更なしですね。菅野さんは最近調子を取り戻している感じもしますから、これ以上能力が下がらないことをただただ願うばかりです。次に C ランク、増田大輝選手です。 S ランクで登場した際の能力は弾道低弾道、ミート57、パワー57、走力80と予想されます。去年の覚醒スピードスターで登場して以来の登場ですね。一応ミートパワープラス1されてます。守備は相変わらずのユーティリティさですね。次に D ランク、デラロサ投手ですね。 S ランクで登場した際の能力は球威75、制球71、スタミナ64と予想されます。シリーズ1での S ランクの登場はありませんでしたが、制球マイナス1されてますね。称号で球威制球同値は狙えますが、星に針の穴を通す投球、通称針穴の1点狙いになるのでだいぶきついですね。難易度が上がりました。球種は全く変更がないです。もし S ランクが登場したら、リアタイ的には結構強い投手ですし、今シーズンで契約終了になってしまう可能性もあるので、絶対取っておきたい投手ですね。以上、本日新たに追加された4名の能力解説でした。翔さんの能力早く知りたい。ここからはガチャの解説ですね。まず無料10連が来てます。後でありがたく引かせてもらいます。あとはこちら3600万ダウンロード記念福袋ですね。20連目にシリーズ2の選手1人確定、30連目50連目でシリーズ2の自チーム選手確定というめちゃくちゃ誘惑度の高い福袋となっております。内容的には絶対引くべき福袋として名高いグランドオープン福袋に勝るガチャ内容なんですよね。グランドオープン記念福袋は各球団4選手しか登場していない中、40連目に自チーム選手確定で引けるのに対して、この福袋はシリーズ2の選手が各球団4選手しか登場していない中、30連目でシリーズ2の自チームの選手が確定で取れますからね。割と引いちゃってもいい気がしますね、この福袋は。まあでもやっぱり無課金微課金の方とかはおそらくこの福袋の終了と同時に来るであろう OB 第1弾、その後に来るであろうダルセレに備えて
エナジーは温存しておいた方がいいかなとは思いますね。ガチャの解説も終わったということで、契約書開封、ガチャを引いていきます。まずは契約書の開封から。ここから7日間はポジション追加がないのは確定ですし、27日からはほぼほぼ OB 第1弾だと思うので、あと14日間はポジション追加はないはずということで引いちゃいます。お願いします。よし、じゃあ無料10連引いていきます。自チーム選手お願いします。ほい、来た来た、マジ。さあ誰が来る。でもシリーズ1もね、あり得る。さあ2枚引きあんじゃないこれ。まあ当たると。さあさあさあ、誰、え、誰だろう、マジでマジで誰。できれば私立。来た、よし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 。でも A ランク1枚も持ってないわ。最後もあるかこれ。えぐ。さあ最後、最後も自チーム。ほい、ぐわ、また楽天かよ。まあでも無料10連で3枚は文句言えないわ。ありがとうございますコナミさん。じゃあ最後に福袋50連いっちゃいましょうか。今回引く理由は、最強決定戦のオーダーを作っていく中で、やっぱり作り込みが足りないなということを感じて、シリーズ2の最強決定戦はもう少し頑張りたいなっていうのが一番ですね。あとは今シリーズ2で登場しているポランコさん、今村さん、戸郷さんはシリーズ1で取れてないんですよ。それに加えて戸郷さん以外はベスト9、タイトルホルダーなどの特別レアリティで登場しなさそうなので、今のうちに確保しておきたいっていう感じですね。まあこんなこと言っていますが、ガチャ欲求を抑えられないだけです。では10連目。ほい、うん、なんもない、なんもなさそう。うん、なんもねえわ、スキップします。うん、なんもない。では20連目、シリーズ2の選手は確定ですね。ここで自チーム引いたら熱い。お願いします。ほっ、うん、まあまあそんな簡単にはねいかないよね。絶好調。あー2枚引き、2枚引きかと思ったのに。当たれ、うん、さあ途中で来てもいいよ。最後だけ、ほい、おー、ガサワラ。よし、では30連目、巨人の自チーム確定ですね。さあ誰が来るか。いやー演出はね豪華な方が嬉しいんだけど、まあ誰が来ても嬉しい。贅沢なら2枚。あ、バット当たらないんだ。笑い、お、来た。おー、森下さん。お、最後、エース。ベスト9タイトルホルダー出るかもしんねえんだよな。じゃあ40連目、エース欲しいよ。え、これエース確定じゃない。当たれ、うん、いいか。笑わないけどエース確定だよね。どこで来る？あれ？ここか。
あれ最後あれでは最後50連目本当に頼むよ。かぶりだけは勘弁してくれ。振りじゃないからな。いやー不安、いやー不安、マジで不安。75% 引いてくれよマジで。いやー当たんない、頼むよマジで。お願いしますマジで。あーよかった。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画では本日新たに判明した4選手の能力解説に加えて契約書の開封、無料10連、福袋を引いていきました。個人的には1250エナジーで S ランク選手2名獲得できて、しっかりオーダー強化できたので引いてよかったなと思っています。急いで育成して最強決定戦最後の悪あがきをしていこうと思います。皆さんの一つの高評価、チャンネル登録、コメントが非常に私のモチベーションになっていますので、また動画が見たいと思っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。